女峠三吉。父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、子供を返せ、私を返せ、私につながる人間を返せ、人間の世のある限り、崩れぬ平和を返せ。こういう詩があるということと、日本がこう原爆を受けたっていうこと、日本の若い子さえも知らないわけですよね。だから学生さんたちに少しでもこう卒業後も何かの形で心に残ってもらえたらどんなに嬉しいかというふうに思います。まあ、僕がこう音をつけることで少しでも何かな、よりこう切実に、例えば当時の、亡くなった子どもたちの、ね、犠牲になった子どもたちの声とかいうものがよりこう想像しやすいっていうか、入ってきやすいっていうか、そういうふうになったとすればとても嬉しいですね。同国大平和子、行った人は帰ってこれないから、行った人は叫ぶことができないから、行った人は嘆くすべがないから、生じよう、安しよう、燕さん、あなたがいた南の国に、もしや私の子供が帰るのを忘れて遊んでいやしないでしょうか。あの子は物覚えのいい子だから、きっと私を思い出してくれるでしょうけれど、子供たちよ、あなたは知っているでしょう。正義ということを、正義とは剣を抜くことでないことを、正義とは愛だということを、見えない姿の子供たちが、悲しい心の子供たちが、この土手に来て鯉のぼりを見上げている。津波が来たんだね、つらかったね、怖かったね、子供たち。66年前の原爆のことはとても大事なことですけれども、それはやっぱり今につながっていて、そして今回の福島の原発事故につながっていることだと思うんですね。で、今私たちは、特に日本人は、原子力というものについてもっともっとよく知って考えていかなきゃいけない時期だと思います。だから、そういう思いもオックスフォードの学生さんたちに伝えたい。